さあ前回の動画でね、お伝えした通り、本日3月29日に海洋堂生産のフィギュアが入っている、こちらの呪術廻戦マンチョコ、ビックリマンと呪術廻戦のコラボですね。こちらの方を早速開封していきたいと思います。これ撮影してるのがちょっと朝なんですけど、朝からね、だいたいコンビニ20軒ぐらいちょっと回ってきました。結局、20軒中、2軒のね、コンビニで売ってるのが確認できました。こちら2つのコンビニで5個ね、購入してきました。まあ、朝早かったので、もしかしたらまだね、入荷してなかったり、店頭にね、まだ置いてないっていうケースもあったかと思いますが、皆さんもね、近くのコンビニでもしかしたら買えるかもしれないので、よかったら買ってみてください。ということで、早速ね、開けていきましょう。さあ、まずね、こちら価格は、税込みね、1つ550円になります。まずね、この箱なんですけど、めちゃくちゃいい感じですね。なんかすごくね、綺麗でちょっと高級感がある感じで、今回ね、5個購入してきたので、5個ね、開封するんですが、ちょっと1個ね、未開封で取っておきたいなと思わせるぐらいのいいね、箱の作りになってますね。さあ、前回のね、動画でもお伝えしたんですけど、もう一回おさらいとしては、全シールが5種類、そしてフィギュアも5種類、エンボスメタルシール1枚と、海洋堂生産のね、特製フィギュアが1つ、シールとフィギュアと、それから、ビックリマンのね、いつものチョコレートが入ってるのかな、それで550円っていうね、前回のエヴァンゲリオンに続いて第2弾ですかね、今回。ね、コメントありがとうございました。で、僕はね、今回もちろん、この5ボックスでね、五条先生をね、出したいというところですね。おそらく、シールとフィギュアね、それぞれ同じものが入ってると思います。じゃあ早速ね、開けていきましょう。いやー、楽しみにね、してました。これは楽しみ。安くはないので、さあさあ、どんな感じでしょう。いきますね。はい、おー、中に、こういう感じでビックリマンの、この前回のね、呪術廻戦マンチョコみたいな感じで入ってるんですね。こっちから見ていった方がいいのかな。こんな感じで、まずは、呪術廻戦マンチョコということで、まずこれが入ってると。いつものビックリマンのウエハースですね。ビックリマンのこちらのウエハース。猫の目シールウエハースに最近全振りしてたんで、久しぶりのビックリマンチョコなんですけど、やっぱり実物美味しいですね。さあ、じゃあ1枚目のシールは何でしょうかと。3、2、1、ズー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 。おー、野原ちゃん !1 パック目は釘崎野原来てくれました。さあ、箱ではね、こんなイラストでもう出てたんですけど、なかなかいいんじゃないでしょうか。周りが金でね、名前のね、赤とエフェクトの赤がね、こう合ってる感じですごくいいかなと思います。釘崎野原ナンバー3ですね、これが。閉鎖的でね、排他的な地元を毛嫌いしておりとかっていう、この文言、ディフォルメシルブハースと似てますね。さあ、そして、フィギュアなんですが、おそらくこれ、釘崎野原が来てくれると思います。3、2、1、ズー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 。やっぱそうですよね。やっぱりここはね、統一させないと、いつまで経ってもコンプリートできないのでね。よかった。地区仕様じゃなかったですね。さあ、クオリティどうですかね。ちょっとエヴァンゲリオンマンは微妙だったということを聞いたんですが、結構いいんじゃないでしょうか。腕はまって、おーめちゃくちゃ良くないですか？そんなに悪くない気はします。可愛い感じで。でもこれちょっと左腕外れやすいっすね。うわー、これめっちゃ残念なのがね、腕外れやすすぎる。これなんで腕パーツ別にしちゃったんだろうな。かなりね、今ね、このね、わずか数秒の間にもう5回ほど取れました。ちょっともう腕触るのが怖いという感じです。さあ、このままね、ほんとおとなしくしてくれれば、めちゃくちゃいいかなという感じでした。ただね、めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖いっすね。これ、左腕がね、本当にね、外れやすいので、左腕が気をつけてください。いやー、やっぱこの外箱マジでいいね。はい、ということで、もう仕様が分かったのでね、どんどん開けていきたいと思います。さあ、2パック目。ちょっと早めにね、五条先生をゲットしたいところなんですが、まずはね、さっきと同じようにシールからいきましょう。さあ、五条先生か、スーパーイタドリ来てくれ、3、2、1、ズー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 、おーノーマルイタドリユージ来てくれました。この外箱に書いてあるイタドリユージナンバー1ですね。さあ、ということでね、フィギュアがこんな感じで、ズー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 ズンと、ズーズーズンと、ズーズーズンと、はい、あれマジでこれ、イタドリユージのノーマルバージョンじゃないよね。スーパーゼウスのイタドリユージ来てくれたということは、これたまたまだったのかな。マジか。マジか、きついね。これコンプリートめちゃくちゃきついじゃないですか。マジか。ちょっとそこはセットにしてくれてた方が良かったけど、あれなんだね。ランダム封入なんだね。はい。ということで、ランダム封入ということが分かりました。さあ、これもね、腕が別で入っていて、さあ、足も別で入っていて、ズンと。おお、これめちゃくちゃ良くないですか？これさっきの釘崎野原より全然クオリティがいいかなと思いますね。これ今回の当たりですね。藁で狙って、このスーパー、台座にね、とにかくはめづらいっていう。いやーこれとにかくね、パーツ部分からはめづらいっていうね、そこが全然良くないっすね。それを除いたらね、クオリティ的にはすごくいいと思うんですけど、いや、マジでもったいない。さあ3パック目、エンボスメタルシールは何でしょうか？五条先生来てくれ、どうだ？おー、これが、今度はスーパーイタドリゼウスのシール来てくれました。これで揃いましたね、フィギュアと。はい、こんな感じです。シールもね、いつも通りのビックリマンっていう感じですね。ナンバー5でした。フィギュアは、ここはマジで被ってほしくない。ズー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 。おー、来たー！やった！ありがとうございます。狙いの五条先生のフィギュア来てくれました。いや、あとはね、シールが来るだけですね。さあ、五条先生はパーツがめちゃくちゃシンプルですね。おー、かわいい。めっちゃ可愛くないですか？いやー、個人的にすごい好きですね。このね、五条先生みたいにパーツがね、全然分かれてないと、ノンストレスで組み立てることもできるし、めちゃくちゃいいと思うんですけど、この台座どうでしょうか？この台座大丈夫かな？さっきみたいに。大丈夫かな？はい、綺麗にね、台座もね、綺麗にはまりました。ちょっと今のところ五条先生が一番いいね。これが一番良かったですね。野原ちゃんもね、マジで腕をバラにする必要なかったかなと思います。いやーでもクオリティめっちゃいいわ。さあ4パック目行きましょう。さあ頼む、ここで五条先生のシール来てくれ。3、2、1、ズー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 。うわ、マジかー。あってはならない、バラであってはならない、イタドリさん、スーパーイタドリゼウス、かぶったー。かぶってしまった。せめてフィギュアはなんか違うの来てくれ。いきます、フィギュアなんだろう。おー、これか。ありがとう。来てくれた。フィギュアは被りなしという嬉しい結果になってます。さあ、これも怖いね。これもね、パーツがバラに分かれすぎてて怖いね。いやー、ちょっとね。いやー、ちょっと外れやすいんだよね。いやー、ちょっと台座からね、外れやすすぎる。ちょっと今見えましたかね。外れやすすぎるので、これはね、入らなさすぎて、こっちはね、外れやすすぎるっていう。いや、ちょっと怖いね、このクオリティ。いや、これもクオリティめちゃくちゃ良くないですか？おー、かっこいいんですけど、とにかくはめにくい。マジでそこだけですね。とにかくはめにくい。せっかくこんないい感じなのにね、この台座部分がね、もうパカパカしすぎてて、まあ、とりあえずこんな感じですね。あー、じゃあラストね、フィギュアのコンプリートまで。さ、じゃあラストね、伏黒めぐみちゃんのフィギュア来てくれるか。シールから見ていきましょう。さあ、シールいきます。3、2、1、ズー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 。おほー、マジかー。シールは結局、五条先生も伏黒めぐみちゃんも来なかったね。被っちゃいました。そう、まあ、そう簡単にいかないか。さあ、じゃあここですね。フィギュアは被りなしで今のところ来てます。全5種コンプリートなるか。3、2、1、伏黒めぐみちゃん。おー、マジで。いやー、やりました。よかった。フィギュア全種コンプリートできた。はい、まずこんな感じ。おー、かっこいいね。いや、かっこいいよね。全然悪くないと思います。さあ、今回はね、伏黒めぐりちゃんはね、台座めちゃくちゃすんなり。今までで一番ね、しっくりくる入り方をしてくれました。まあ、結論としては個体差あるんでしょうね。個体差ないわけないので、この伏黒めぐみちゃんは当たりの伏黒めぐみちゃんだったなと思います。いやー、個体差あると思います。さあ、ということでね、まあ、こんな感じでフィギュアはね、全種コンプリート。全5種コンプリートできました。シールはね、ちょっと被っちゃったね。いやー、ちょっともうね、野原ちゃん持つだけでね、腕が取れちゃうっていう。もうこれ以上ちょっと動かしたくないっていう。まずはね、釘先、野原ちゃん。そして、スーパーイタドリゼウス。これもクオリティめちゃくちゃいい感じだね。マントの部分とかのね、臨場感も結構出てるかなと思います。さあ、そして今回ね、一番良かったのがやっぱりこの五条先生かな。まあ自分がね、好きなキャラっていうこともあるんですけど、かっこいいしね、パーツがそんなに分かれてないから、一番ね、安心してこう持てますね。はい、五条先生。さあ、このね、ノーマルユージもね、フィギュアだけのクオリティで言ったらめちゃくちゃいいんだけど、やっぱりちょっとね、野原ちゃんと同じくね、ちょっと落としやすい、落ちやちょっとね、腕が取れやすいというところが怖いですね。またクオリティとしてはいいかなと思います。さあ、そして最後がね、伏黒めぐみちゃん。はい、こんな感じ。これはね、台座とのね、相性としては一番しっくりきましたね。キャラごとにね、台座にはめやすい、はめにくいとかじゃなくて、それぞれのフィギュアの個体差だと思います。はい、という感じでね、まあ、今ちょっと腕、左腕もう取れちゃってますけど、取れやすい、取りにくいをね、除いたら本当にね、いいクオリティのフィギュアだったかと思うので、まあ皆さんもね、まあこれね、僕のね、釘崎野原ちゃんがたまたまこの左腕が外れやすいということだけであって、皆さんはね、ちょっといいフィギュアに当たることを願ってます。ということでね、発売初日に5ボックス開封してみた結果でした。さあ、じゃあこちらのね、新しい呪術廻戦のラバリエーションシリーズが3月のね、28日だったかなに発売されたので、ワンボックスね、買ってきました。全15種で、まあ、今回なんといってもスーパーレアですよね。ランダム封入なので、まあ、ノーマルとかね、レアももちろんなんですが、スーパーレアの、乙骨&理科、それからね、ゲトウさん、この2つをね、スーパーレア当てたいと、まあ、スーパーレア暗闇で光る仕様なので、まあ、この辺もね、楽しみに、ラバリエーションシリーズ全15種で12個入りのワンボックス。今回ね、ちょっと定価よりも20 20% オフってことだったので、早速ね、開封していきたいと思いますと、楽しみにね、していた商品でした。さあ、ちょっとね、こちらのね、一番くじのラバーマスコットじゃなくてね、新しいラバリエーションシリーズもね、ちょっとボックスで開封していきたいと思いますので、そちらの方もね、動画アップしていきます。さあ、ご視聴いただきありがとうございました。